さんこんにちは、奈良岡ニコです。今日はですね、私オーディションに行ってきました。私は一応俳優業をねさせていただいているので、ドラマとか映画とかいろいろとねオーディションに行ってそこで仕事を取ってくるっていうのがねメインになってくるんですけれども、本当にすごく出たいなと思う、オーディションの書類審査に通って、オーディションに行ってきたんですけれども、何のオーディションかはちょっと言えないんですが、内容的に役柄的にちょっとこうスタイルがねいい人を探しているような内容のものでして、でね、あんまりないんですけど、オーディションってだいたいこう自分の自己紹介をして、このちょっとした台本みたいなのをもらって、でそれをこう、覚えてきてちょっと演技を見せるみたいなパターンがほとんどなんですけれども、それプラスアルファで今回は指定が一つあって、服装ですね。服装をちょっと、体のラインが分かるような服で着てくださいっていう風に言われてました。結構珍しいんですよね、あんまり意外となくて、そういう指定が。で、体のラインが出る服装ってなんだろうと思って、今冬じゃないですか、寒いし、そんなね薄手で行くわけにもいかないから何着ようかなと思って、で今この格好で行ってきたんですよ。この格好パッと見さ、これカーディガンに下普通にスキニーのね、こういうスキニーのこういうあのデニムで行ってきたんですけど、これね今これカーディガンをこう閉じてるからね普通なんですけど、この状態でこのように私ダウンを着て、で、会場スタジオに着いてダウンを脱いで、それからオーディションっていう感じだったんですけど、その時にねこのボタンを外すとですよ、これねちょっと立とうか、これねちょこんな感じしようかな、こっち側に行こうかな、行こうかな。もうこれはですね、ちょっと自分でも、あ、私やっぱスタイル良かったんだなっていうのをね再認識しました。ちょっと光も強めにして、今ねこんな感じじゃないですか、普通に好きにでね普通の格好なんですけれども、でねオーディション、じゃあ今からオーディションでーすっていう時に、ちょっとトイレに行きまして、ちょっとこのカーディガンのねボタンを開けてからオーディションに挑んだんですよね。挑んだ格好がこちらです。いやスタイルいいな、マジでスタイルいいわ、この格好でそうオーディションしました。ちょっと全身ちゃんと写したいな、じゃ顔が切れちゃうね、いいか顔が切れるのか。こんな格好でオーディションに行ってきました。なんかねやっぱスタイルよく見える格好って私そういうの持ってないんですよ、意外と。これね結構前の動画で紹介してるんですけど、もうこれブラトップです。ブラトップに、ただのブラトップにカーディガンちょっと羽織っただけで、スキニーパンツで、もう本当に体のラインゴリゴリ出してる、お尻がないのもバレちゃうけどね、感じで行きました。でもやっぱスタイルいいよね。もうだからこうなんか結構オーディションの内容でも台本でね、なんか「あ、お久しぶりでーす」みたいなそのキャラっぽかったので、覚えてませんかつって、なんとかですとか言ってこう父寄せて挨拶するみたいなくだりとかやったら、その辺受けましたね。受けたんでよかったです。でもね本当に私がすごく大好きな作品だったので、ぜひともねなんかちょい役でもいいからね出たいなとは思ったんですけど、やっぱ周りの人みんな綺麗なのよね、当たり前だけど女優さんってさもう本当に綺麗な人ばっかりなのよ。で多分モデルさんとかもやってるんだろうなっていうぐらいすごくスレンダーでねスッとしてる人が多かったので、もうちょっとねうわーこれはもうなんか可愛い、私が可愛い子ぶったところでねちょうどいいブスなのでちょっと顔では勝てないなと思ったのでこの格好で行きましたら、受けたんで良かったです。ただねやっぱ難しいよね、毎回さ思うんだけどさ、本当にオーディションってさ本当にオーディション会場でなんか面白いって思ってもらったとしても、
なんかね、こう、なんだ、別に面白さはまあそもそも求められてないような現場もあるし、なんか全然受けない時もあるし、なんですけど、やっぱ自分のね、キャラクターをまず知ってもらうためには、私は結構いつも、こう、ちょっとボケたりしないとなとか、なんかちょっと、まあオーディション中に、3回はね、笑いを取りたいなっていう気持ちでいつもそういうオーディションに望んでいるんですが、まあなかなか受かんないよね。本当に難しいですね。だってね、みんながやらないことをやろうとするしてはいるんですけれども、やっぱりなかなか難しいですよね。まあそしてやっぱり自分で言いますけど、改めて私スタイルいいよな。本当に良くない？これ足もさ、足も細いよ。結構足細いよ私。ほらこれサムネイルにしようか。まあほんとスタイルだけはいいんでね、ぜひとも、なんでしょう、顔が映らない仕事でもいいです。ぜひ関係者各位の方、仕事をください。私に仕事がしたいね。 YouTube やってるのも楽しいんで、 YouTube も大好きではあるんですけれども、まあやっぱりね、お仕事としてね、ちゃんとこう、せっかくこのスタイルを持っているのでね、まあ今26なので、もうさすがにね、これからはちょっともう下り坂、体もね、だんだんとちょっと衰えてくると思います。今が一番脂ね、乗ってる体型だと思いますんで、なんやかんやお仕事ください。はい、という仕事欲しいというね、動画になっちゃったけどなんで、そう、最近はほんと全然暇なんですよ。全然なんか仕事もそんなになくて、ぼーっとして毎日酒を飲んで、だんだんお腹にお肉がついてきてしまっています。はい、なのでまあ何もしてないのはちょっと寂しいので、なんかね、ちょっといろいろとイベントごとを今考えている最中ではあるんですが、もう暇なのでね、髪とかボサボサに結んじゃった。もう暇なので仕事したいな。ね、ほんとそう。何の動画これすごいゆるい Vlog みたいになりましたが、たまにはこんな動画もいいんじゃないでしょうか。結構私はね、おしゃべり大好きなんで、こういうゆるい感じでね、またなんか今日こんなあったよとか、そういうのお話ししていければなと思います。ワンワンワンって言ってる。はい、ということでですね、でまあなんかそのオーディションのね、結果とか分かったりとかして、今後ね、なんかこういうのに出ますとか、こういうのやりますとかやったらまた告知しますので、ぜひ YouTube だけではなく Instagram と Twitter の方にもね、フォローなりなんなり、監視しておいてください。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで奈良岡ニコでした。バイバーイ。